潰瘍性大腸炎の方はですね、大腸がんになってしまうと、別の場所にスキップしてできてしまうことが多いんですね。で、しかも、腫瘍がこう壁の方に浸潤していくスピードも速くて、そうなると大腸全摘になっちゃうんです。潰瘍性大腸炎の人が大腸がんになると、基本的には大腸全摘です。医療関係者でないとわからない部分なんで怖いですね、そこは。血便や下痢、そういう症状が続く方はですね、潰瘍性大腸炎なのかもしれません。内視鏡検査を受けて正確に診断することで、適切な治療が受けられるので、ぜひですね、内視鏡検査を受けてほしいです。